つ名前考えるだけで1日ぐらいかかりません？確かにね、すっごい大変ですよ。手書きの時は画数が多いとくたびれるじゃないですか。確かにババっていうのもまあ結構画数がある。多いしいいですよね。静か多いしはいいけど、静かっていうのも画数があるじゃないですか、うん、だからもう画数のもう名字も名前も画数の少ない名前を考えると大変だ。夕方の優子とかですね、そういちことかですね、そんな名前ばっかりつけてた。昔のドラマ見ると意外に簡単な名前が多いかもしれないですね。そうです、あの手書きで書かれていた時代は。